横浜市交通局1500型電車は、かつて横浜市交通局が所有していた路面電車である横浜市電の電車。1951年に20両が製造され、市電が全廃された1972年まで使用された。第二次世界大戦終戦以降、復興に伴う利用客の急増により、横浜市電では3000型や1400型など、 大型車両の大量導入が行われていたが、燃料事情が好転するにつれて、バスやタクシーなど競合する交通機関が発達し、乗客の流出が目立つようになってきた。そこで、横浜市電を運営していた横浜市交通局では、効果原則による速度向上や振動、騒音の抑制などのサービスアップが図られた、新型車両の導入が検討されるようになった。 そして日立製作所の協力のもとで開発、製造が行われたのが1500型電車である。車体は、車体前後に自動扉が設置されている12メートル級のもので、窓枠や扉部にプレス製品やゴムを用い振動や騒音を抑制している。前面は運転手の視界向上や通風を考慮した2枚窓の構造となっており、運転台内には、 横浜市電の車両で初めて腰掛けが設置されている。車内の座席はロングシートを採用している。台車は日立製作所が開発したキロリットルマイナス20型台車を採用しており、防振ゴムを用い台車からの振動や騒音を抑えている。ただし、駆動方式は従来の車両と同様の吊り掛け駆動方式が用いられている。制御装置にも同じく、 日立製作所が開発した MMC 多段電動化無軸式自動加速制御機が採用された。導入に合わせて従来の非自動直接制御式の車両との性能比較実験が行われ、従来車で発生した起動時や発電ブレーキ使用時における車輪の活動やフラッシュオーバーが記録されず円滑な加速、減速が可能であることが実証されている。なお、全面下部には 水突事故を防止するためブレーキ動作時に点灯するストップライトが設置されている。製造時点の塗装は車体上部がクリーム色、下部が青色であったが営業運転開始までに屋根運転台部の青塗装、そうか屋根かの青の細線などを含む複雑なものへ塗り替えられた。この塗装は 横浜市電の標準塗装となり、以降増備された車両に加え1200型や1400型など、従来車にも採用されている。1951年に登場以降、騒音や振動が少ない1500型は、横浜市電を代表する車両として高い評価を得たが、様々な最新技術を導入した結果製造費が高額になってしまった。そのため以降の増備は同一の車体ながら、 機器の一部を手持ち品から流用する形で製造する1150型によって賄われることとなった。滝頭、麦田、生麦の各営業所に配置され、横浜市電各地の路線で活躍したが、自動車の増加によって、高加減速運転がままならない状況になったことから1967年に実施されたワンマン化改造の際に制御方式を1150型と、 同様の直接制御方式に改められ、1972年3月31日の全廃まで全車とも使用された。なお、塗装については、自動車の通行量増加に伴う、接触事故多発により、死人度増加を目的に1961年以降、多形式と同様全面クリーム色、ソーカーを式体へと改められている。 他の横浜市電の車両同様他社の路面電車路線へ譲渡されることはなかったが、2019年現在1510が横浜市電保存館に1518が野毛山動物園に生体保存されている。塗装は1518が現役時代末期の全面クリーム色、ソーカーを敷きたいである一方、 1510は1150型の一部車両へ施されていたクリーム色と薄い茶色を基調とした塗装となっている。ありがとうございます。